ってもらうから、いいじゃん、なんとかしよう。ロビルさんが3メートルで、あの量で、ゼロ時間、ワイド、クリアサーが出ます。こちらの番は、タクマを、ウェスパさん、ゼロ時間、テーマハーマー、東京、7時間は、放送で、ラスト67番の放送です。昨日2組に分かれての公式予選では A グループで横山春樹が圧倒的なパフォーマンスを見せました。 B グループではヤマハ勢がワンツー、大平、矢崎が最後の回転を見せています。暫定ポイント争いでは1年に3年の横山春樹が圧倒的に見せると、ここまで4球分中3球分を制しまして、この数字を示しています。ただ、唯一横山以外に勝利を挙げているのが39番の内田敦樹。その内田も前回都合を怪我で決勝しています。この HSR から復活、内田の復活の厚みも注目が集まります。まあ、こちらはフルヒートレース30分プラス1周のロングディスタンスで争われることになります。 IA2 クラスです工場には、ライダーだけが残されて、カウントダウンが進行していきます。ポイントリーダーは私が赤部県、そしてチャンピオンの後は1がその赤部県、中央は若干ひんやり、まあ、30秒前コードが、まさに5秒前から、連休はなくなっていく、30分後に行きましょう。残り時間を見合わせて、さあ、出ていきましょう。横山が1着で決めて、このまま、
Thank you.
障害を通過。巡回数1キロ超過して3周目。ペースはスタートから4分30秒。ペースはスタートから4分30秒が経過しています。2番手大城、3番手小川、さあその小川に少し4番手が追いついてきた。さあ4番手が追いついてきた。3番手の方が追いついてきた。3番手の方が小川、4番手が追いついてきた。15番コースでは、現在53番、バスの届きです。
Thank you.
ありがとうございます。
乗る受賞となりましたね。引き続き賞金が贈られます。おめでとうございます。ではもうこのままご紹介させていただきましょう。それでは改めまして、ただいまより第58回 MFJ グランプリモトクロス大会 in HSR 九州 IA2 クラスヒート1団体表彰式を行います。表彰台を獲得されました選手の皆さんご紹介します。もうすでに表彰台にお進みいただいております。優勝は8月のヒート2から負け知らず抜け玉1番チーム川崎 R&D 横山晴樹選手、おめでとうございます。すごいです。続きまして第2位は今シーズン最高順位となりましたね、ゼッケンナンバー36番ベルズレーシング大城海之介選手、おめでとうございます。どうぞ表彰台お進みください。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。第2位の表彰台こちらとなります。さあ皆様に迎えていただきました第2位大城選手です。そして今大会の表彰台獲得となりましたね、ゼッケンナンバー31番第3位です、ブルークルーチーム工事大倉優希選手です、おめでとうございます。少し距離があります。どうぞ皆さん温かい拍手をお迎えください。おめでとうございます。それでは3選手お揃いですので、あらかじめ用意しておりますキップを手にお取りいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。表彰台に用意しておりますキップを手に高々と掲げて、そうですね、いただきましょう。さあ横山選手、大城選手、大倉選手、3選手によりますプレスサービスのお時間とさせていただいております。横山選手、後ほどどんなインタビュー答えてくれるのか本当に楽しみです。ありがとうございました。それではインタビューのお時間とさせていただきたいと思います。ここからは日下田さんにマイクをお渡ししてじっくりとお話しお願いしたいと思います。もうガチが止まりません。第1位の横山選手、おめでとうございます。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。今日はここまで完璧に組み立てられる予定通り、そうですね、事前テストから、調子が良くて、このコース好きですし、狙ってました。狙ってました。どうですかね、だいぶこうシーズンの先が見えてきた感じがあるんですけれども。そうですね、あと3ヒート、しっかりまとめられるように、シーズン通して頑張ります。最後まで気をつかず抜かず頑張ってくれるという横山選手。さあそして今回は第2位の表彰台に立ちました大城選手、おめでとうございます。おめでとうございました。ようやく1個上がったって感じですかね。まあそうですね、順位的には上がってはいるんですけど、やっぱり横山選手、今ずっと勝ち続けてね、どうにか止めたくて、頑張ってきたんですけど、予選も真正についてたんですけど、実力及ばずで、今回も最初目の前にいたのにもかかわらず、引き離されてしまって、まあ完全に、今のヒートは完敗というものなんですけども、まだ3ヒートあるので残り、どうにか、練習を止めれるように、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。連勝ストッパーの最有力であります大城選手、そして今日は表彰台の一角を応援しました大城選手、おめでとうございます。ありがとうございます。応援ありがとうございました。事前から僕はあまり調子が良くなくて、すごい不安な状態で、決勝を迎えたんですけど、事前テストからゲットの橋本さんが、苦手なスタートを中心的にやってくださったんですけど、自分の実力不足で今回もスタートを決めることができなくて、真ん中からの追い上げという形で、最後は前の大城選手に差を詰めることができないまま終わってしまいました。ヒート2はしっかり自分の力を出し切って、横山選手の連勝を止められるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。やはりね、連勝ストップが合言葉になってきています。 IA2 クラス決勝ヒート1のトップ3、改めてご紹介いたします。ウィナー横山晴樹選手、第2位大城海之介選手、第3位大倉優希選手です。おめでとうございます。